松本さん生で見た時、うん、一番声でかかったんですよ。こんだけ金持ちで天才と呼ばれてて、うん、売れまくってる人、はい、声でかいんやと思ってリンカーンで、はい、僕が MC で TMC 行った時にスタッフが松本さんが呼んでますんでってなって、怖と思ってバーって行ったら、なんかちょっと松本さんこのコーナー成立するかみたいな、うん、甘い部分があるコーナーじゃないかということで、うん、ちょっとその心配、うん、僕はこのビッグメンバーおったら僕は成立するんかなと思うんですよ、こういう部分とかどうでしょうって言ったら、ああって松本さんが、ああまあ小籔がそうやって言うてんやったらまあ、うん、ええか、小籔が見えてんやったらええわ、行こうかって言ったんですよ。で本番入って、じゃあ俺頑張らなと思ったんですけど、一番頑張ってたのは結果松本さん女やったら好きになってたでっていうか、見えにくいコーナー後輩がいけるって言ったら普段の倍頑張るんかいってなってプロ意識みたいなのはもうえぐいなと思って、